どうも、うずです。今日はちょっと紹介したいアイテムがあって、それをお話しします。 Twitter とかね、ゲーム動画の方でもうご存知の方はいると思うんですが、アバーメディアのポータブルビデオキャプチャデバイス AVT-C875 ということで、結構メジャーなんですけどね、こちらの品をちょっと用意してゲーム動画をやるということで、プレステ4の画像をキャプチャできるように準備しました。で、今回は開封動画ではないので、ちょっとこの商品の簡単なご案内とどう使ってるのかをサクッといきたいと思います。で、実際本体はこちらです。あんまりね、大きくないでしょ。 HDMI の入力と出力が1個ずつついてて、あとは、イヤホン端子と外部音声の入力端子がついてます。どちらも 3.5π のステレオミニプラグタイプで、もう1個こっち小さな穴があるんですけど、これはプレステ3とかね、つなげるときに使うような変換ケーブルがあるんですけど、そちらをつなげる端子になってます。薄さは使わないですね。で、側面の方はマイクロ USB 端子がついていて、充電とかパソコンへの接続を行うための端子になってます。で、脇っちょ、もう反対側の脇っちょには、SD カードを入れるスロットがあるので、こちらに入れて、この本体単独モードというのを持っているので、この本体だけでゲームをキャプチャすることもできるようになってます。で、その切り替えレバーがこちらについてて、パソコンでの録画、この機械単体での録画っていう切り替えボタンがついております。では実際こちらがどのように使われているのかっていうのをお見せしたいと思います。で、今こちらビデオキャプチャーデバイスに、HDMI ケーブルをプレステ4からのものと、あとはモニター出力するためにつなげてます。で、つなげるケーブルは、あとはこれ電源供給するための USB ケーブルをつなげてるだけです。で、このランプがオレンジに今光ってますが、これオレンジっていうのがこちらの単独モードっていうモードになってます。で、これだけでも準備は OK で、あとはこちらのボタン、ここを押してあげるとランプが赤で点滅をし始めて、録画がもう開始されてます。で、今モニターに映ってる映像はそのままこちらの端末の SD カードに記録されている形になります。音と映像両方撮れていますから、これだけでゲームのキャプチャができてしまうという、本当にシンプルな作りになってます。もう一度押すと止まります。で、次、PC モード、こちらのレバーを切り替えます。ランプが青色に点滅して、この後青で点灯します。これで PC モードに切り替えが済みました。じゃあ PC モードは実際どうなってるのかというと、ちょっとモニター切り替えます。こちらに今ソフト置いてあるんですけど、アガーメディアのレックコントロールっていうのかな、このソフトを起動します。そうするとソフトウェアが立ち上がりまして、これがすごいね、使い勝手いいんですけど、こちらにね、最新情報はまあいいか、録画とライブ配信、あと保存フォルダの参照っていうのがあって、まあ、録画だとしたらこちらに、初心者モード、まあ、設定をほんとシンプルにね、初心者用にできる設定モードと、中級者向け、さっきのモードよりちょっと細かく設定できるモード、こう図がね、絵柄が入っていて分かりやすく作られてます、つなげ方とかね。で、ウズさんがいつも使うモードはこっち、上級者モード、要はこちらで何の機械を使って映像を取り込むのか、で、ビデオソースがコンポーネントなのか HDMI なのかとか、こういった細かいこと、あとは映像フォーマットが TS 方式なのか MP4 なのかとか、こういうことを細かく決められるモードがあります。で、準備ができたら準備完了。そうしますと、こちらにつなげている端末の映像が映ります。ただ、このままプレイすると USB の出力で転送しているので遅延が起きるんです。コントローラーの動きに対して若干遅れが出ます。押してすぐにね、パッパパッパ動いてくれないんですね。だからゲームしてると違和感を感じます。それなので私の場合、このようにこちらに反応いいでしょ、こちらが今 PS4 の画面をそのままダイレクトに出してます。で、こちら右のサブディスプレイに先ほどのキャプチャーしてる画像を置いてます。それなのでこう見ると分かりやすいんですけど、ずれますよ。ね、こういう形でゲームプレイはこちらで行って、パソコン上のモニターはこちらに置いといてキャプチャーさせておきます。そうするとね、楽に撮れる。で、今やったように簡単にね、本当に録画できるんですけれども、さっき言ってた単独モード、これがあるとうずさんの場合、家族が2階で寝てるときは1階のリビングで録画をするって時があるんですが、そういう時には大変助かるんです。
ソコンをね、いちいち自作パソコンをでっかいね、重たいやつを持っていくの大変だから。ただ単独モードは1個欠点があって、この端末だけだと喋ってる声がね、単独モードでは録音できないんです。ゲームの画面と音はキャプチャーできるけど、実況でね、喋ってる声っていうのは取れないんです。だから単独モードの場合は別撮りするアイテムが必要になります。私の場合は IC レコーダー使ってます。パソコンの方でのキャプチャーだったらマイクをね、つなげとけば音がね、入れられるから簡単なんです。一発撮りができます。で、その音っていうのもゲームの音とマイクから入力された音声っていうのがファイルが切り離されてね、録音されるので後の編集がすごい楽です。ということで、今回このアバーメディアさんの AVT-C875、 本当にね、メジャーなやつなんですけど、定番なんですけど、すごく気に入りました。今のところはね、娘たちと緩やかにやってるドラゴンクエストヒーローズの映像と、あとはうずさんがね、夜中に一人でこっそりやってるちょっとね、残虐なシーンがあるからね、ウィッチャー3のライブ配信などキャプチャーしたりしております。すごくありがたい。もう本当にね、ゲーム実況だったらやっぱりビデオキャプチャーデバイスっていうのは必要なんだなって実感しました。これ以外にもね、いろんなもの出てますから、YouTube の動画なんかいろいろ検索するとご紹介している方は結構いると思います。欲しいと思ってる方はそういう方の動画を見て参考にしていただけるといいと思います。うずのチャンネル、今やってるこのメインのチャンネルではこういった商品のご案内とかいろんな説明をやっておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。で、せっかくあのゲームのちょっとキャプチャーデバイスのご案内をしましたので、うずのゲーム実況動画、まだまだね、ちょっと形になってないんですが、どんどんちょっとうまいことをやっていけるように工夫していこうと思ってますので、そちらの方もチャンネル登録しておいていただけるか、もしくはご視聴をしていただけるとありがたいと思います。ではまた別の動画で、バイバイ。あとはあのこちらの商品を使って最初 PS4 の画面が全然出てこなくて困ってたんですけど、これね、定番の間違いなんですよね。あの PS4 だと設定画面で HDCP っていうね、機能を有効にするっていうものがチェック入っていて、それをチェックを外せば HDCP が解除されるから、こういったね、機器で映像と音をそのまま録画できるっていう風になるんですけど、それをね、見落としてまして、丸1日ねあれ、なんかこれこいつ不良品なんじゃないっていう勘違いをしてました。皆様もこういうキャプチャー関係の商品を使うようでしたら HDCP の解除を忘れないようにお気をつけくださいませ。 PS3 の場合はね、またちょっと違ったやり方になりますから、そちらはちょっとご自分でお調べくださいませ。